元とは兵法とは、くー戦への探求は尽きることはなかねえ。おいが鬼で、おまはんは桃太郎、遠慮はいらんぞ。だ、誰だてめえ。俺がこの薩摩の番人じゃ。助けてくれ。ナンバーシャット、薩摩隼人が逃げんじゃなか。皆の者、ここは一つ拙者に任せい。こんなんが相手じゃ命がいくつあっても足りねえ。もろか、おまはんは薩摩語のことは呼べん。おまはんらも男なら度胸は見せんねえ。慌てるな、すぐさに戦況を報告せよ。怖い怖い、無理無理、お家に帰して。おー、戻ってきたとね。まずはゆっくり休むがよか。へい。クソが、島津様に合わせる顔がねえ。薩摩隼人は虎に勝って一人前よ。おまはんらも試すとよか。お待ちください、今すぐアニマル部門の担当者が参りますので。手前の来切りも総林様のご活躍にうなっております。後ろ傷が不明よ。まあ普通はそうであろうな。島津様の戦下手にはもうついていけないよ。情けなか。おまはんらの臆病棚にあげるんじゃなか。この戦どうせ負けたって、逃げるが勝ちよ。俺なんか気にすんな、今のうちに行く。どけどけ、俺の逃げ道を開けろ。どうした、まだまだ倒れんぞ。ザビー様は言いました。別にあなたのためじゃないんだから。島津殿と立ち会える腕か。まずは拙者が試さんね。スタジオザビリで老若男女わしづかみです。ふん、我が愛想が血を求めておるわ。やあ、鬼島津という異形など、今の老いにはもったいなか。老いはただの鬼、名もなき一匹の鬼じゃ。伝説のソードマスターチェスト始末、ザビー卿に舞い戻りなさい。聖戦ですよ。清い戦なんてだか、暗く血みどろで焼け焦げた鬼の住む地獄よ。ザビー様は言いました、地獄の沙汰も金次第。これマジでよ。おいが怖いか、鬼に見えか。降伏しなさい、それすなわち入信です。
島津先鋒釣りの伏せじゃかかったの伏せしおのこよ急ぎ戻ってきんしゃいこの先はまず手前がお前に命令されるとムカつきますついてきなさい参ったね布と薬がいくらあっても足りゃしねランドのお土産一番人気ジャンボザビーグッズうつつが見え究極奥義土下座を次元の奥義問いはすなわち誠のうつつが指し示すもの総林様の著書不況に役立つザビット思考術ザビー出版から今話題の一冊です今は眠りなさい次会う時はザビーランドです トマハンが魂せんこの老いに見せてみまさに剣豪いや剣気かまで死ぬわけにはいきもはん親子を巻き込むジャンボザビー人気悪くはありませんねはあ手前としてはこれはこれでいささか複雑ではありますが何を言っているのです宗茂ザビー様は言いました絞れるところからはとことんねのんびりしている暇はありませんよそう次の一手次はジャンボザビーの決めポーズを作りなさい構えなど敵を威嚇する類しか例えばこうでしょうかいかつすぎます怖がらせてどうするんですかもっとキュートでキャッチーに見本はこうあなるほどそっちの方でしたか何それ猛烈に恥ずかしい総林様熟慮したものをお見せしたいのでどうか手前にしばしの猶予まったくザビーは熱いうちに打てと言うでしょう急いで考えるのですよああどうやって断ろう